ロシアが最初の攻撃目標、をウクライナではなく日本に設定していたレマの日本はどうだったと思いますか現実見ない質問だけど、ストーリー的な見解を伺いたいです。えーっと、でも実際あの、ウラジオストックから船に乗って上陸して、持ってこれる戦車の数ってたかが知れてるんですよね。で、もともとロシアとウクライナの場合って、 あの年末ぐらいからそのウクライナの国境線沿いにずっと10万人ぐらいロシアの兵隊いたんですよ、確か。で、その状態で2月になって、ハイ、はい、スタートって言って入ってきたので、前もってそれだけの量を置いといて、どっから入るかわからないっていうのをしたんですけど、日本ってオホーツク海、海があるので、持ってこれる戦艦、たか,か知れてるんですよで戦艦に乗せられる人数とかも高かしれてるので、そこから何ヶ月も睨み合いをするっていうのは、多分無理なんですよね。 国境沿い、その一応あの、ロシアの国の中で訓練をしているという体で、その10万人の兵隊がいたので、他の国も、いやいやいや、それだめでしょって言えないんですけど、このオホーツク海に戦艦並んでて、でずっとこう日本に近づける位置にいたとしたら、いや、これなんかあるよねってなっちゃうので、たぶん、ウクライナよりも結構警戒体制が強かったと思います。 で日本の領海に入って、その揚陸艦と、じゃあ戦車を一気に何台乗せられるのかっていうと、そんなに大した台数乗せられないと思うんですよね。揚陸艦何,何台とか、あの、そのえっと、何隻やとかなんですけど、で多分その5、6隻の揚陸艦に乗せられて戦車でもせいぜいその、数十台だと思うので、 その制空権持ってない状態でいくと、そのえー、と千歳からいろいろな人たちがボーンって行きますっていうので、あの戦車とか上から爆撃してっていうので、多分その最初の,その初撃は止められると思うんですよね。で、そこで揚陸艦壊しちゃうと、多分もうそんなに人も乗せられないし、戦車も増やせないってなると、で補給もないので、要はその,あの燃料とか弾薬とか飯も送れませんってなっちゃうので。 なので、やっぱ船だけではなかなか難しいんじゃないかなと思いますけどね。なので、そういう意味でいくと、やっぱり日本はそのあの海に守られてるっていうのがあるので、ウクライナみたいなその何十万人もそのいや要あの、要はウクライナとロシアって、キーフを攻めてたんですけど、その国境沿いいろんなところからベラルーシ経由からも入ってきたんですよ。なので、いろんなところから攻められたから、ラチアかねイってなって最初すげえ負けたんですよ。どこに戦力を集中していいか、ウクライナもわからなかったから。 でも日本の場合ってもう北海道海岸線だよねっていうのとあと船がゆっくり来るのでなのであこの船こっち向かってるわーっていうのがあったら飛行機でわーって行けるのであのやっぱ守り方としてはだいぶ楽だと思うんですよね。なのであの横田基地とか沖縄からとかでも別にあの空時間ですぐにあの要はあの沖縄の辺にある戦闘機とかも本気出すと多分1時間以内で北海道行けるんじゃないですかね。 確か、あの、那覇空港から千歳空港のが2時間かかんない。1時間45分とかでだもん普通の旅客機でも行けるレベルなので、なので戦闘機がガチで飛ばしたら多分1時間かかんないぐらいで行けると思うので。なので、どう考えても、その、あの、ウラジオストックから船がこう北海道に来るのって、1時間2時間とかじゃないじゃないですか。早くて多分ね、6時間とかそういう感じだと思うんですよね。 なので、ウラジオストックの軍港に船が集まってます。出港しましたって言ったら、はいはいって言って準備して、多分、シャワー浴びて、飯食って、じゃあそろそろ行くみたいな感じで、沖縄の海兵隊の人がブイーンって届くみたいな感じだと思うので、なので、なんかそんなに大した、その今のウクライナとロシアみたいな膠着状態にならずに終わるんじゃないかなと思いますけど、あの音より早いんですよ、戦闘機って、ご存知ないかもしれないですけど。船っってめっちゃ遅いんですよあの海の上を スクリューを回して進むっていう、あのすっごい頭の悪い行動なんですよ。速くても、どうなんだろう、今、一番速い戦艦とかどれぐらいなんだろう。まあ、駆逐艦とか速いかもしれないですけど、駆逐艦だけ速くてもしょうがないんですよ。なので、あの一応、戦隊を組んでいくので、その一番遅い船に合わせていくことになるんですよね。なので、そうすると、どう考えても、やっぱ、なかなか時間かかるから難しいんじゃないかなと思うんですけど。